皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、現在テレビ局が行っている世論工作について少し紐解いていこうと思います。そしてこの話を紐解くには、いくつかの話というのを前提に進めなければならないのですが、今回はそのことをお話しするのにちょうど良い出来事がありました。それは作家の百田尚樹さんがタレントのラサール石井の YouTube チャンネルを紹介して、そのことが話題になっている。この件について紐解いていくと、そのことが最終的にはテレビの世論工作についての話へとつながってきます。ラサール石井はその高学歴を生かして、かつてはテレビ番組、特にクイズ番組などではよく出演していました。しかし近年の彼は頭の回転がかなり衰えており、その発言内容についてもおよそ知性的な面というものが影を潜めています。そのため現在のところ彼が出演している番組というのは、基本的には彼をコメンテーターとして起用し、政権批判のコメントを引き出すことにテレビ局では使われています。それではテレビの世論工作の話へとつながるある事象について、作家の百田尚樹さんがどのような話をしたか、関連ニュースを見ていきましょう。百田尚樹氏、ラサール石井の動画視聴し、言葉を失うひどさ、3分と見てられない。作家の百田尚樹が2日、ツイッターを更新。タレントラサール石井が公開した YouTube 動画について、言葉を失うひどさやったとつぶやいた。安倍政権に批判的なスタンスを取ってきたラサールは8月28日、安倍晋三首相の辞意表明を受け、用意されている原稿を読んでいるだけ、望んでいたことだが、全く喜びも考えもない。何とも言えぬ脱力感。記者会見はぬるく、まるで番記者と総理のお別れ会のよう、3年 B 組金八先生かと突っ込んでいる。自身の YouTube チャンネルでは、笑いで世相を切る、スタンドアップコメディとして動画を配信しているのだが、人気、知名度、学歴の高さに比べ、再生回数とチャンネル登録者数は少ない。記事には書かれていなかったので、チャンネルがどのような状態だったか補足情報です。チャンネルの登録者は1500人ほどで、動画の平均的な再生回数は300から500回ほどでした。百田氏はそれを指摘するネットユーザーのツイートを引用し、反安倍のみんな見てやれよと推奨。その後、見てやれよと言った手前、自分も見てみないとあかんなと思い、見てみたのだが、言葉を失うひどさやった。あれは3分と見てられへん。みんな見てやれよと言ったのは悪かった。申し訳ないと謝罪した。有名人が YouTube に進出するケースが増えている中で、百田氏はタレントにとっては残酷なツールだと指摘。中途半端なひな壇レベルのタレントにアドバイスしたい。YouTube で自分のチャンネル持つのはよく考えた方がいい。素人並みの再生回数しか稼げなかったら、テレビ局の人に、あれ？こいつ本当は全然人気ないじゃん、とバレてしまう恐れがあるよ、とアドバイスを送った。関連してもう一つ記事を紹介します。百田氏、反安倍を唱えたりすると、メディアが紹介してくれるラサール石井らを分析で賛否。元小説家の百田尚樹氏が、ラサール石井ら反安倍のタレントや文化人について持論を展開した。百田氏は自身のツイッターで2日、タレントのラサール石井が今年5月に開設した YouTube チャンネルの視聴数が少ないことについて、スクリーンショット画像を貼り付け、反安倍のみんな見てやるよと宣伝する。そして同日夜、ラサール石井のアップロードした動画の再生回数が増加したことを明かし、わし、実はラサール石井さんにツイッターで何回かひどい悪口言われとるんや。けどそんなラサールさんの動画を宣伝する百田くんとツイートした。ここでも記事で書かれていなかったので補足情報。動画の再生数が500回ほどだったものが5000回ほどの再生へと上昇。これに一般ネットユーザーから、タレントって食えなくなるとなんで赤くなるの？テレビでの需要が増えるようにも見えないけど、YouTube でいけるのか？と質問が寄せられると、百田氏は、石田純一さんもそうだが、タレントとして旬が過ぎ、需要がなくなった人が反安倍を唱えたりすると、メディアが紹介してくれるので、この路線や、と思うのかもしれない。実際、反安倍だけで飯を食っている文化人やコメンテーターはたくさんいるので、老後はその仲間入りを狙っているのかもしれないと独自の見解を示した。この見解に、確かに売れなくなると政権批判をしてメディアに取り上げようとする傾向がある。反安倍を掲げ番組が求める発言を言うだけのタレントは、総じて売れなくなったタレントだと思う。仕事を回してもらえるようになるのだろう。売れているタレントは安倍さんを支持する人が多いのは事実、との一般ネットユーザーから同調の声が上がる。一方で、安倍政権がおかしいからそうなる。政権がおかしなことをしていなければ、そんな発言にはならない。
右傾化を防ぐために芸能人の発言力を利用しているだけだという反論も出た。賛否両論の百田氏の発言だが、納得した人もかなり多かった様子。内容が当たっているか否かは不明だが、仕事を回してもらえるようにテレビ局の意向に沿うよう反安倍反政権発言を繰り返しているのが事実なら問題と言わざるを得ない。ラサール石井の記事はここまでですが、この後の解説に少し使おうと思うので、こちらの池上彰チャンネルについても少しだけ紹介します。池上彰さんといえばテレビ局で数々の番組に出演しているので知名度は非常に高い人物です。しかし YouTube における活動を見てみると、チャンネル登録者数は13,000人、そして再生回数はというと、おおむね1000回から数千回というレベルで、動画についているコメントもほとんどないのが現状です。YouTube の動画には求められる要素というのが何種類かあります。例えば、見ていて面白いなといういわゆるお笑いであったり、この先どうなっていくんだろうというハラハラドキドキとしたいわゆるドッキリ動画であったり、ああそれわかるわかるというような共感を呼び起こすようなもの、もしくはあこれそういうことだったんだ、ああなるほどそういうことか、あこれ有料情報じゃないのと思えるような非常に役立つような知識を得るための動画や、あこの人歌がうまいな、演奏がうまいな、あこのダンスすごいな、そういったエンタメ動画や、逆に動きをもっと抑制して例えば暖炉を映していたり、もしくは焚き火の映像などで見ていると心が落ち着くなといった様々な特徴があり、それぞれの特徴に合った視聴者というものがついてそれぞれ結びついていく、そういったものが YouTube の世界です。そしてこのラサール石井のチャンネルがどのような動画を発信しているか私も見てみました。作家の百田直樹さんは3分も見ていられないわというような話をしているわけですが、私の場合は一応3分は見ました。このラサール石井のチャンネルにおける特徴が何かというのが分かりました。結論を言いましょう。ラサール石井のこのチャンネルの特徴というものは面白くないということです。つまり面白くないものを見たい人はぜひとも来てくださいというチャンネルです。世の中には他の人と感性が違う人というものもたくさんいます。誰かがご飯を食べている咀嚼音を聞きたいといった人や、何かを踏みつぶしたり壊したりする映像や音ばかりが流れるような動画が大好きだといった人もいます。それと同じようにして面白くない動画を見たいよという、そういった好みの人もいます。しかし通常であれば、こうした面白くないものを見たいよという人は世の中全体から言えば非常に少ない人たちです。しかしラサール石井の場合は、この場合自分自身の知名度を生かすことによって面白くないものを見たいよという人をインターネット上から1000人も集めることに成功したのです。そうした意味では百田さんがツイッターで紹介するまでは彼の狙いというものはうまくいっていたと言えます。チャンネル登録者数は伸びませんし、同じように動画の再生数も伸びない。まさにラサール石の狙った通りだったのです。彼自身ももうすでに自分が面白いものを作ることはできないということは薄々気づいているでしょう。ですから面白くないものを作ることによって面白くないものを見たいという人と、いわば需要と供給をマッチングしようとしたわけです。しかし百田さんが紹介したことによって、一般の人々、いわゆる面白いものを見たいですよという人々たちがこのチャンネルへと殺到して数千回の再生数が伸びました。それに起こったことはラサール石井にとっては一つの悲劇でしょう。なぜならば面白くないものを作っている人たちのところに面白いものを見たいよという人たちが集まったのですから、当然のようになんだこのカス動画はという話になってしまうのです。これなどはまさに需要と供給のミスマッチの典型でしょう。さてここまでは面白い動画を作ろうとしても全然作れないから面白くない動画を作っていますよというふうに説明するという、ある意味シュールな説明を私がすることによって、まあ少しは面白く楽しめるかなというようなシナリオだったわけですが、話はここで終わりません。というのも彼はテレビ番組に出演し、それによって出演料を得ているタレントです。彼が出演した番組においては基本的には安倍政権のことに対して批判的な発言を行うというのが彼の役割でした。私の知る限りで少なくとも彼はそのような役割以外ではテレビには今出演していないように思います。
その出演料というのは当然のようにサラリーマンとして働いているこの動画を見ている人たちよりもはるかに高い時給でお金を得ていますし、アルバイトの人たちにしてみれば1ヶ月分の働きなど1回の出演で得ているようなことも別に珍しくはないでしょう。そもそもこのような政権批判用のタレントというのはテレビ局としては非常に使い勝手のいい存在です。なぜならばテレビ局自体として政権を真っ向から批判するというのはどうしても世間の注目を集めやすいものです。例えば日曜の朝で行われている関口博さんの番組などはまさにその典型で、番組の趣旨として政権を批判することを番組のテーマとして制作されています。そのような制作をするとどうしてもツイッターなどでも見られますが、出演陣の発言がおかしいということをその都度指摘されるものです。ところがそうしたテーマが見えないようにすることによって批判が集中しないようにするのがテレビ局としても巧妙な作戦なのです。そしてこのような政権批判用のタレントが出演する番組というのが一般的にはテレビのワイドショーと呼ばれる番組たちです。この話は現在行われている自民党の総裁選で石破議員の人気がナンバーワンですよというそうした話へとつながります。石破議員の人気がナンバーワンですよと表現しているのは主にテレビのワイドショーです。そしてこのテレビのワイドショーがそのようなことをなぜ言うかといえば、その根拠となっているのが共同通信の世論調査です。共同通信の世論調査は電話をすることによってそれに答えた人たちの意見というものを集約するものです。しかしどのような人たちがその電話に出ているかというのを皆さんは考えたことがあるでしょうか。ある日家に知らない電話番号から電話がかかってきて、固定電話の受話器を取る、そして世論調査に答える。このように世論調査を行われるわけですが、その前に一つ現代の事情というものを知識としてインプットする必要があります。それは現在の若者の場合は、例えば一人暮らしをする場合に固定電話を新たに引いてくるといったことは普通はしません。現代の若者たちにとって電話というのは線がないものを言うのであって、線がある固定電話というものはもはや旧世紀の遺物です。そして携帯電話であったとしても、もはや知らない番号からかかってくるものについては基本的にはまあいたずら電話だろうということで普通は出ないものです。そして固定電話にかかってくる電話というものは何かの販売促進のための勧誘の電話であったり、もしくはオレオレ詐欺につながるような何かのきっかけであったりします。ですから現在においてはたとえ固定電話があったとしても、まずは留守番電話にしてくださいというのが行政からの指導だったりもします。しかしそのような話というものを全く聞かない人たちが、まずは知らない電話番号からも普通に電話を取って、そして受け答えしてしまう、このような光景からわかる話というのは、この電話を受けている人、つまり世論調査に答えている人たちというのが、まあほぼほぼ家にずっといる高齢者の人たちが主体であるという人物像が現れてきます。この人たちはネットにつながるような機械、例えばスマートフォンなどを持っていたとしても、それはお友達との電話用であったり、もしくはカメラを持ち運ぶために使っているといった具合にして、インターネットで情報を自分から取りに行く道具としてはほとんど使っていません。この人たちの行動の特徴というのは、情報を自分から取りに行くのではなく、情報を受けることを積極的に行う人たちです。それこそ朝から晩までワイドショーの番組を見て、テレビ局の用意した政権批判用のタレントの言葉を聞いて、ああそれそれわかるわかると共感していたり、もしくは現在の境遇、例えば年金が少ないなといった話などについても、今の政府はなんてけしからんのだといった具合にして怒りを外へと持ってくる、そのような受け先として政権批判の言葉というのは非常にスカッとするものです。そのような話の延長として当然のように出てくるのが自民党の中、その中において政権を批判する石破議員の話などを聞いてみると、今の政権はなんてひどいんでしょうねという話を肯定してくれるような形で石破議員が政権批判を行ってくれるのです。だからこそ世論調査においては石破議員の人気が高いですよという結果などが現れてくるのです。このような構図ですから、インターネット上では世論調査に対する疑いの言葉というものが必ず出てきます。自分の身の回りでは石破議員のことを支持している人なんて一人も見当たらないんだけど、この世論調査というものは捏造ではないかという話です。しかし今説明してきたように、自分の身の回りでこのような石破議員の支持者がいないというのは当然なのです。
石破議員を支持している人たちというのはネットで自分の意見を書くことなんてありませんし、そもそもインターネットで情報を得ているわけでもありませんから、石破議員に対するいわゆるマイナス情報についてはほぼ見ることはありません。こうした人々はインターネットとはつながっていないし、そしてその人とのつながりにおいても同じような属性を持つ人が集まりやすいです。ですからインターネット上ではどうしてもこのような石破議員を支持している人たちの姿というのは基本的には見えないものなのです。ですから街に出てインタビューをしてみようとなっても石破議員が1位になることは基本的にはありませんし、同じようにインターネット上でアンケートを取っても石破議員が1位になることは全くありません。先ほども述べたように街に出ているような人たちではないし、インターネット上には存在しない、そのようなある限られたテレビばかりを見ていて、テレビの影響を非常に受けている、そうした限られた人々というのが石破議員の支持母体であり、その支持母体に対して非常に有効に働いているのが現在の世論調査の形式なのです。テレビ局が自分たちの発信したい方向の話というものをタレントに代弁させ、そのタレントの発言というものを浴びるように受ける人々に対して政治的な方向性を与え、そのような人々を中心として世論調査を行う、これらの歪んだ形というのが積み重なった形として石破議員の次期総理人気ナンバーワンという結果へとつながるのです。このところテレビ局が石破議員をものすごいご利用ししているなというのに違和感を持っている人、その違和感の正体というのが今回お話しした構図なのです。そして最後にテレビ局が起用するタレントなどについて彼らが国民的な支持もしくは視聴者の支持を集めているかどうかというのは実際のところほとんど関係がないというのが特にこの政治的な話題については言えるでしょう。そのことを証明してくれたのが池上彰さんです。彼はテレビ番組などにおいて非常に大きな時間を割り当てられています。2時間番組を持つこともありますし、選挙特番などでは必ずのように彼が起用されています。その知名度は非常に高いでしょう。数千万人もの人々が彼の名前や顔を知っていることでしょう。ところが YouTube のチャンネルにおいてはチャンネル登録者数も伸びませんし、動画の再生数も非常に少ないものです。このことからもわかるように彼を見ている知っているとしてもそれらはテレビという受け身のものについては受け入れるが、だからといって自分で情報を取りに行く人というのはほとんど彼のことを支持していないことがわかります。池上彰さんですらそうなのですから、それよりもはるかに格の低いラサール医師ではそれ以上にひどい状態になるというのはある意味自然な流れでしょう。そのように見ている人から支持されているわけではない、そういった人物を積極的に使っている、まさにこれこそがテレビ局が自分たちの意見を代弁させるために彼らを使っているのに過ぎないということを示しているのではないでしょうか。皆さんはテレビ局の行っているこの世論工作の実態についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもお願いします。そしてチャンネル登録がもう随分長い期間で、これからも私の動画作りというものを応援してくれる人はぜひとも有料メンバーになってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。